はい、こんにちは。こんにちは。さあ、昨日早朝からね、小川健一対コルティナ、はい、見ましたけども、まあ、残念な結果に終わってしまいました。まあ本当、まあ、IBF の世界チャンピオンでさ、小川健一は。で、シャクール・スティーブンソンがいるわけじゃん。はい。で、シャクール・スティーブンソンはもうそれこそアンディスピーティッドチャンピオンを目指すって公言してるからさ。ってことは IBF のタイトル持ってる、選手との対戦というのもさ、まあ求めてるだろうから、そういう意味では、まあ超ビッグマッチに。そうですね。があった、その先にはね。そうですね。まあ本人もそういう気持ちあったと思うんだけど。まあこれは、あれだよね。伊藤正幸もそうだったよね。アメリカでね。そう、俺らが行ってフロリダでさ、はいはい、ヘディングとやった試合、あの試合来てたじゃん、はい、ベルチェル、はい、うん、で、あれも結構これ勝ったら次ベルチェルって言われてたもんね。そうですね、あの時言われてましたね、うん、まあ非常に残念だったんだけども、ただまあ本当にイギリス、はい、なんかこれこそ敵地だね。すごかったね。試合中もずっと歌ってたじゃん。なんかずっとなんかそうですね、はい、で、なんて言ったって、国歌斉唱の時だよ、はい、国歌斉唱って流れ始めたら我々日本人はさ、みんな帽子取って立ち上がってさ、聞くわけじゃん。で、そのなんていうの、その時に敵国でも、ね、そう、敵国でもその時にブーイングしてるなんてのはないわけだよ。国歌歌ってる時にさ、みんなこうやって真摯の態度で聞くわけじゃん。それなのに日本の国歌が流れてるっていうのにあいつら歌ったりなんだったりしてたよ、ブーイングしたり。イギリスって紳士の声ちゃうんだよ。ボクシングってのはさ、そのパンチがある、スピードがある、だから勝つとかそういうことじゃないじゃん。それはあくまで身体的な特徴の一つであって、向かい合った人間っていうのは、しかもあのレベルまで行ったボクサー2人っていうのは、まあゴングが鳴った瞬間からもういろんな駆け引きを入れてるわけで、でそれは足のステップのちょっとした動きであったり、ちょっと頭の位置をこうやって中に入れてみたり、ガードの位置をちょっと変えたりって、もうあらゆるところをちょっと動かしながら、それに対して相手がどういう反応するかっていうのを見て探りを入れながらパンチの交換に進むわけじゃん。えい、どんなんて行くバカいないんだよ。リスクを背負いたくないから、とにかくリスクを背負っていくのはもうやっぱ中盤から終盤にかけてじゃん。もうたとえそこ合わされても行くしかないっていう風になったら行くんだけども、最初の出だしっていうのはもうそこでなんて言うんだろう、打てるっていう、ここは打ちに行けるっていう確信がなかったら打ちに行けないわけで、もうそう、なかなかね、もういきなり右から入るとかできなくなる、それはできないよ。ただその中でも出せるパンチっていうのがジャブなわけじゃん。その自分がリスクを最小限の中で出せるパンチっていうのがジャブだから、だからまあジャブの差し合いっていうのから基本的には始まるんだけどさ、まあこのただ1ラウンド見て、開始10何秒かな、小川くんがちょっとこういう風に頭を入れてプレッシャーかける。で彼はプレッシャーをかけて、やっぱ相手がちょっとステップバックするっていうか、それぐらいの距離が多分好きなんだよ。ストレートが強いから。そうだよね、ストレートパンチャーだからね、ババッって踏み込んでやっぱワンツー打ち込む距離っていうのがまあ好きなんだと思うんだけど、まあおそらくコルディナ陣営の方も小川健一の映像も見てるだろうしさ、まあ、そこで開始早々いきなりダブルジャブで返すっていうところでさ、つんのめったじゃん、体起こされた、起こされた。であれは別にパンチ当たってるわけでも、まあ、ないだろうしさ、さほどダメージがどうとかっていうのじゃないんだけど、この向かい合ってるボクサー2人からしてみたら1本取られたっていうのはあるよね。まあそうですね、こっちがここに印象が、胸元に印象が残るから、うん、次行ったらそこに右が来るんじゃないか、飛んでくるんじゃないかとか、勝手な想像がどんどん作られるから、うん、そうだから、まあ、キャリアがあるから今までそういう痛い思いもしてきてるだろうし、そういうので、あ、次はこうされるかも、それならばこうしなきゃっていう、もっとリスクを回避する方向に行かなきゃいけなくなるしね。だから、そういう意味ではね、この1ラウンド確かに相手が入ってくると、大川君も左フックバチコーンって一発いいの当ててるし、ただまあ
数多くジャブを当ててたのはコルディナかなと。だからどっちかっていうとね、そのポイントはどっちに分かれてるかは分かんないんだけど、いい感触をつかんだのはコルディナの方だったのかなっていうのは1ラウンド終わってね。まあこれも当然試合中はねそういう見方してないよ。試合中は僕は頑張れっていうでしか見てないけれども、その2ラウンドの結果を見て1ラウンドを振り返ってみるとそういう風に見えるってだけだけど、もうそしたらいろいろなんかあこういう布石があってこういうのがあってやっぱり2ラウンドのあの一発につながるのかなっていうのはまああるよね。だからで、まあ、この特徴的なのがそのこのコルディナが特徴的っていうわけじゃなくて、俺は結構前から言ってるんだけど、リーチが長い選手がよく有利っていう風に言われるけどさ、ボクシングそうですね、ボクシングはね俺はリーチが長いのは当然なんだけど、足が長い選手もねかなり有利だと思うんだよ。でも足だけ長くて手短い選手はいないでしょそんなの足が短いやつは手も短いでしょ大体だからね、そのやっぱりボクシングっていうのはまず前足をどこ取り合うかっていうのが非常に重要なわけで、だってパンチが当たるってことは前足がそこにあるからパンチが当たるわけで、それはストレートだろうとアッパーだろうとフックだろうと当然角度はちょっと変わるにしても、足が相手に対してしっかり前足が準備できてなかったらパンチって当てれないわけじゃん。そうですね。だから前足の位置っていうのがすごく重要になってくると。ただじゃあ例えば小川健一はスッて打つぞって見せた時に、まあコルディナはバックステップをするわけ、はい、でまあでも1ラウンドの中から打つぞっていう時に逆にコルディナ入ったりもしてたけどね、スッて。でそれって嫌だよね小川君からしたらめちゃくちゃ。でもバックステップする時はバックステップするわけでピョンって。でバックステップする時っていうのはこの駆け引きの中でさ、もう自分が完全 100% 安全圏に行くっていうのもあるじゃん、はいはい、でこの駆け引きを1回断ち切るっていうのもあると思うし、でもあの最後のシーンと全く同じシーンが実は1ラウンドにもあったんだよ。あの2ラウンドのシーンは小川君が1回頭を入れる、それに対してコルディナがバックステップする。でその後小川君左手伸ばしてんだよ、スッて伸ばしてる。でそれに対してはコルディナ頭引いてんだけど前足刺したまんまなんだよ。で前足刺したまんまってどういうことかっていうと、状態はここにあるんだけどもう打つ準備ができてんだよね、パンチを。そこにいるのと一緒なんだよね。当然状態はここから持っていかなきゃいけないから時間はその分かかると思うんだけど、ただ足が置いてあるとさ、俺ら打ってくるって分かるのは結局ステップインだから分かるわけじゃん、あ来るって。でも足がもうそこにセットされてると、そのセットされてるところからもうほんの半歩どころじゃないよね、もっとちっちゃい踏み込みで打てるからね。で小川君はその時にちょっと左伸ばしてちょっと距離が確保できたと思ったのかもしれない。そこで一回トントンってリズムをね作り直すその瞬間だから、あれはもうまあ 100% 狙ってるよね。 100% っていうかもう癖ですよ、癖読まれちゃって、うん、トントンって作り直す。だからそれをあのコルディナ陣営がさ試合前の映像から見てあれしてんのか、それとももうその中で選手本人が発見してるのか分かんないけれども、まあ確信を持って打ちに行ってるよね。確信を持たないとあれ打てないよね、うん、まあちょっと頭を低くして打つ分そのカウンターをもらうリスクっていうのはまあ少ないとは思うんだけど、ただまあ狙いすましたパンチだったなって。だからまあああいうパンチを当てるにしてもあの瞬間っていうよりも遡ってまあ1ラウンドからどういう動きしてたのかっていうのを見ると、なんかこうやって繋がってくる部分があるかなと。じゃあそういう風に見るとボクシング面白いよね。そうですね、うん、まあ残念なね結果に終わってしまいましたけれども、まあ本当にこの中量級スーパーフェザーライト厳しいね、なかなか日本人にとってね厳しい階級で、あのやっぱ行かなきゃいけないしね敵地、やっぱ異常だよあのイギリスのリングあんなのセコンドついてても動揺するよね。うなんだこれってなるよね。そうでしょうね。うわーって地鳴りのように歌ってんだもんみんな。メンバーシップやってます。僕らが実際行ってる海外遠征の裏側であったりですね、
まあ表で出したらちょっと誰も見ないだろうなっていうようなマニアックな話とかも上げていってますんで、ぜひチェックしてみてください。